真ん中、真ん中車線。うん。三車線あるときにさ、うん、真ん中車線派とさ、中車線派とさ、二車線派がいるよね。ああ、そういうことね。確かにいる。二車線だと人によっては勘違いされるからあんま好きじゃないんだよね。123なのかさ、123なのかさ、1と3がどっちなのかってなるからね。2車線から3車線移りますって言うん？ってなるから一瞬あんま好きにはいい感じじゃない。中車線が結構好き。中車線は、うん、そうそう、1車線2車線男の王道って呼んでるやつがいる。なんだお前は。男の王道。じゃあ2車線から男の王道行くわって。3車線一気に移るよ。1車線2車線男の王道。この道だったらマックありそうだな。マック行くこと前提の一言だけど。いいの？いいよ。牛丼テイクアウトでもいいんだよ。いいよ。手放しを運転するけど。いいよ。いいの？いいよ。全部許可されてんじゃん俺。いいよ。絶対聞いてないじゃん、無駄俺が何言っても。もういいよ、俺喋んのやめよう。マックフライドポテトエール食う？マックフライドポテトエール？うん。あ、どうしようかな。セットを頼むかで迷うな。チキンナゲット買うんしよう。うん。だからね、北関東に行くときは大体使うからね、こういう道。17号って言い方だとさ、あの運転バイクか車運転する人じゃないとあんまピンとこないけどさ、なんか新大宮バイパスって聞くと聞いたことあるかもしれない。ちょっと混雑する道ってよく言われるやつ、新大宮バイパス。小江の後ろに行くと、あの俺が間違って高速に乗ったあの時の道がある。あそっか。あの味噌のキャラの、あれイオンの味噌のの近くね。あ、なるほどね、うん、アリーナとかあの辺の道、どの道も混むっていう。17号トラック運送よ、運送路らしいね。あそっか、すごい言い直したな。すげえ言い直したなって思って、良さそうなやつを言うのに。あ、最終的に良さげに落ち着いたんだと思ったもん今。良さげなやつか。最初良すで混んでさ、良すで良さそう、良す良さ良さそう良さげ気になったと思う。4回ぐらい変わったんだ今。1回目噛んで、2回目ピンとこなくて、3回目噛んで、4回目もまた成功したの、やっと。やっと伝えられた。うん。日本語って難しい。俺の口が回らないだけだけど。それ俺が就活活動中にジェスチャーゲームやってて、横のやつが言った一言じゃん。日本語って難しい。この前ね、20
20分前ぐらいにね適性検査の部屋入ったんだけどね、なんかあれみんな何でシャーペンじゃっけ鉛筆なんだろうなと思ったんで、あやっぱこれ鉛筆縛りやっけと思ってね、その時俺鉛筆1本持ってなくてね、すいませんトイレに行ってきていいですかって、ね、近くのガンダレコンビニ行ってね鉛筆買ってきてね戻ってきてね、随分息が荒れてますねって言われたから、すいません腹痛マジに痛くてって帰ってきたことがあったと痛かったな、マジで痛そうだなって思われてたのね、持病持ちかと思われる。 SPI 好かないけど、ああいう速度重視でどんどん解いてけみたいなのは好き、あ感覚論で解いてけみたいなやつ、あれは得意かなり。まず数学はさ根本的にさ、なんかポイントを選んでいけばいいだけだから楽だしさ、あとは速度みたいな問題でさ、国語に関してはさ普通だったら難しい問題漢字とか出されるだろうけど、でもあの場合は大体文章読んでやるやつじゃん、俺も速度くらい生きてくるからめっちゃ強いね俺は、あの文章読んで4問答えるみたいな永遠繰り返したからさ、俺みんなまだ終わってないのレベルだからさみんなえーって読んでなんかさ、あ読み終わったっつって書いといてるかねあの時ばかりは結構生きてくる速度が。なるほどね、英語は頑張る。俺も SPI にぶち当たってないからな今。あ、マジか。やっぱないんだね我々の業界は。他によってなかった、やっぱとっさの判断だから、やっぱあんま基礎学力のは求めてない、あ、向こうか、うん、こっちはトラックの帰り路だからさ、あんまないよねあれ座って食べるさところばっかり。俺もともとこういうところにあるイメージが強かった、自由空間と快活は車通りの多いところにあるイメージが強かった。すげえなんか駅前のイメージしかないから、大人になって深夜1時ぐらいでもう帰るのもかたるいなって車になった時に快活とかに泊まろうって子供ながらに思った。あ、子供ながらに、うん、まだそれはやったことないけど、仕方がなく快活に泊まるってことはしたことない。昨日ぐらいで関係あるね。いいね。なんかあれだよ。ねえ、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークが来たことによってさ、辛くしかなってないからね。ただ店に客が来るだけだからね、うち。ゴールデンウィークに川遊びとか行くから、吉田の部門のアクアシューズがめっちゃ売れる。川遊びできるような B さんよりもちょっと丈夫にできてるような靴っぽい水のはけがいい靴ありませんか、ありますよ買ってってください。マジでもうねじ込むって言うね旅館くんも止まったのにね、あいつ止まれてたもん、ね、前方三車からうーんって言ったから、ね、やりよかったなんでケンタッキーなんだよ。入るか、ケンタ入ると思った一瞬、いやさすがにケンタはいかねえ、ケンタッキーなんですかね、ケンタッキーね、シェイクみたいなやつあれに関してはケンタッキーの方がうまいと思ってる、たが高いからあんま飲まないけど高いんだよ全部、俺にはちょっと高すぎる。ただチキンクリスプはやっぱガチなだけあってめちゃうまい、それは認めるけど値段だよ、値段とさ感覚論さ、ケンタッキーのバーガーってさあんじゃん一応、うん、あれ全部マヨネーズ入ってる気がするんだよね俺確か、俺来たことない、なんかマヨネーズだけかマヨネーズとバーベキューかマヨネーズケチャップかみたいな、多分全部ほとんどマヨネーズ入ってるんだよ、それさ俺を殺しに来てるよまあチキンが合うからね、これを殺す組み合わせ、あーここへ GTR だ横に見ちゃった
ストキッチン見ると、あああるんだコニーってなる。あ、そういうね、うん、モス見るとモスは高いからなっていう。それはあるいいんだ、ロケの高いからな。モスがマックと同じ値段だったらマックレベル食ってる気がする。そしたらみんなモス行くでしょ。モスのちょっと野菜が結構入ってるバーガー好き。強いだろ、マジでよ。値段とちょっとボリュームが足んないんだよな、うん、マスはマック探しちゃうんだよな結局。そうバーガーだけ単品だってまだいいんだけど、セットが高い、セットが高いがあんましかない。飲み物までつくとすげえ高いから、それそしたらもう別の定食屋とかでいいやんってなるから、わざわざっていう。マックもそうなんだけどね、頼みすぎると別に別の店でもよかったんじゃねえか怒るんで。あとあとの後悔、本当に金に困ったらハンバーガー3つとか買ってたんだ。やば、どこの黒バス理論で黒バス理論一瞬ピンとこなかったなんでお前のがピンとこねえって最近読んでねえもん。クロバス理論、クロバスセットでしょ。ん、クロバスセットでしょ、バーガーだけって何個だっけ、ある、十何個だっけ、20いかないんだっけ、20ないの、18、ああ18個バッとです一瞬あの歩道橋さ、三橋さん6歳かと思った臭いなんだよ。楽かな、入れてあげるべきかな。後ろの車入れてくれなさそうだしな、横の車。ああ、ただな、俺がさちょっと詰めすぎたから多分この車出づらいんだよね、ここ。すごい、多分この繰り返しになっちゃうんだよね、この車くれまってると入れてあげるかな、優しさを見て。17号のさ運転手怖いからさ、ちょっとさ止まるだけプッてされるからさ嫌いなんだよ。ダメ、あれが汚いおっさんだったら入れてあげなかった汚いおっさん、ちょっと綺麗なお姉さんだったら入れてあげた。愛嬌って大事だと思うよ油ぎしのおっさんだったら入れてなかったよ俺は。その辺も査定に入る、入るよ、査定ポイント、ポイント高いよ。おっさんの時点で毎月5億点だからあ、俺らもいつからおっさんになるからな俺らがおっさんになっても、なんだフレッシュネスバーガーが珍しい何かと思って一瞬あそこにあんのドライブスルーでした。うん、おしゃれだよフレッシュネスバーガーさっき名前すら出てこなかったの出てきたよ急に俺もいるでみたいな本当な話の流れで忘れてた、マジでフレッシュネスバーガーはすげえさっぱりした感じがある。うん、サブウェイのバーガーバージョンみたいな感覚。あれか、俺はお母さん来なかったんか、知らんに結局連絡なかったでしょ、開いてないか、開いてなかったでしょ。こいつは嫌いなんだよやっぱり。うん、母さんが魚連絡来ない野菜とおもしろくて嫌い扱いだもん大嫌いなんだな。うわ、また星野が LINE 来たよ、もう死ぬよがのクソメガネの。もっとひどい、もっとひどい、うわ、ん、来た、マシオくん、マシオくん LINE 来るだったら俺死んだ方がマシだわ。吹きの音やんのやめてマジでいいんだけどさ、ドラカミにさ、マカガラな 200% 確認、なんかいかがわしい癖っぽいよね立つかもしんねえ
運転しながら、うん、まあ、それ運転に支障きたすじゃん。ゲーツ立ちこぎだから車を車立ちこぎさんがめっちゃ怖えわ立ちこぎ、立ちこぎケツ浮いてんだよ、だっておーって来て怖え、ね、キモッてだってキモッてがもうヤバくない、キショイな、キショイ、キショイだよ、おーって、股間立ってんでしょ、股間も立ってんの、ダブルキミッツ、ダブルスタンドアップじゃん、ダブルスタンドアップしてんじゃん、ヤバ、どうすんねお前、息子さんでお前ハンドル切ってたあら、それはまずいな、気象駅通り越してやべえだろ、マジで。やばい、そんな。右に入りたい、右に入りたい、右に入りたい、右に入れてくれ、右に入れてくれ、トラック2人入れてくれ、頼む、右に入れてくれ、入れてくれ、うるるるるお前はそっち行くんかい、もっと先に曲がっとけ、お前はなんだお前のせいじゃねえか、なんだもっと楽だったろ、今のそう、ここ超ややこしいよ、新大宮バイパスの中でもピンクの線なかったら分かんないこれ、うん、うわーちょっと吉田サーキットリズムがあるなこの位置ちょ高速っぽいんだよな、ちょっと確かに、うん、首都高っぽい、そうやってさ、ウインカー出さずに車線変更するんだよなんだ、イニシャル D に憧れてんのか、かぶれてんなそういう、この道はだいぶ時間も短縮できていい道だ、状態の道を走りすぎてさ、吉田どこでも運転できん気が加わっちゃった浮上してきた、うん、浮上してきた、ね、都内も走らされてるしさ、山道も走らされてるしさ、基本的にどこでも走れんじゃねえ気が加わる、もうやべえな、なあまずいぜ、マックまたあっちか、しかもくるくる止まってるしそっち向けてどうすんだよ、大通りに向けとけよせめて、見づれえな、変な省エネの仕方すんだよ集客入んねえよあれ、あの向きじゃ、あマックあったんだってなる、せめてこっち向きにせやいいのに止めんの、仕組みは風俗と変わらないところと変わるところがある、基本的には部屋番号をピッて押して、そうするとあっちに連絡が行って何番ですねって鍵だけを押して、あっちの人が見えない霧のガラスからこうやって取る、大体の人はさペコって言ってさもらってくるさ、俺はさあざますってもらってくる元気にもらってくる
アメニティのタオルが足んなかったとかあった時があってさ、普通の人にさ、すいません、タオルも洗えませんかって帰ってくるのにさ、俺がさ、おばちゃんタオルないよって言ってて、あ、なかった、ごめんねって渡されて、おばさんなんかもう切りガス開けてこいって言ってた見てくれっていう、うん、タオルないよって、あ、タオル何、フェイスだけ、あ、フェイスだけって、まあ一応バスタオル1個つけとくよって、あ、ありがとうって、近所のおばちゃんかい、うん、私飲んでんからダージーリンティー飲むっすよ、ああ、じゃあティーポックもらいますって、で、じゃあゆっくり過ごすんで頑張ったはいっつってね、元気が少年だよ、間違えた、元気が青年だよ間違えた、元気がおっさんだよ、老化するのやめろ、じゃ元気なお兄さんにしとく、もう青年と年でもないお兄さん、お兄さんやめて急にその黒さんのお兄さんのせいでさ、お兄さんって呼び方いい思いがないからもっとさ、お兄さんっていうのはさ、なんかさ、女子高生とか女子中学生がさ、可愛くさ、お兄さんって呼んでくるイメージだけどさ、そういうのさ、お兄さんのイメージしかないからさやめてくれ俺の願望とオタクのをいじるのやめてくれお兄さんで、ロマンがなくなってるからそれで、でも文句だったら黒さんに言ってくれ、開発したのあいつだから、確かにね、あいつの兄さんの言い方して笑ったな、私この前さ、ファックって言われてから、なんか変な車いたと思って、ちょ900m か出てくるから、ちょっと左見てて、で、ね、この前一瞬ね、話が内容忘れそうだったこの前ね、インター IC って書いてインターじゃん、インターで訳すか、インターで訳すことが多いじゃん、結構なんとかインターとか森屋インターとか言うじゃん、なんかさ、 IC って聞く何の訳って言われたからさ、お前知らないのって言ってさ、あの、何か当ててみって言ってさ、 IC でしょって、インターまずい合ってると思うんだよ、インターだからね、それインターじゃなかったらインターって呼ばないもんねインターセプトって言われて速度っつって、一回も休んでないねんそれ、どこで休んでんだろうねだって、チェンジなんだよなって、チェンジか惜しいって言ってか、惜しくねえんだよな、速度なんだよなって言ってた、なんでインターセプトインターセプト、そこのセブン寄れたりしない、どうしたの、トイレ行きたいっす、あ、トイレ行きたい、うん、仕方がねえな俺がな、石村とか黒沢だったら許さないところだったダメかここでやるとダメだな、難しいな、出てから左か、ガンマ駐車場が空いてなさそうなセブンだな、めんどくせえな、うまくいく前に行っときたいな、マックに行く心の準備、まあ俺も口座に振り込むのがあるからいいけどさ、うぅういー、あ、くそ、俺も届いたもんだな、俺が今ミスったもんな、伝え直さなきゃ、計算しなきゃ、俺今日右手首腱鞘炎だからさ、そうなの、なんで、わかんない、朝起きてさ、わかった、あれは夜やりすぎたんだ、やりすぎたから俺バレバレだよ50回もやったからな、握れすぎだよ腱鞘炎って この角度だダメだったから35度ぐらい、ちょっとひねりすぎだな、ひねりすぎ、息子同じことだよ、お前の息子まだ生まれてないだろそっち、うん、枚数まだあれだけど、枚数まだ5だからさ、ああそういう人間の形しないから、年俸年俸